めんね。今ね、ニコちゃんと昨日発売の新作ライブ DVD を見てたところなの。これぞスクールアイドル、素晴らしいライブだったわ。うん、すごかった、すごかったね、ニコちゃん。当たり前でしょ。スクールアイドルが好きだからこそ、自分もより愛されるスクールアイドルでいたいって思うのよ。なるほど。花代はちゃんとニコに同意しなさいよ。さすがニコちゃんだなって思って。ニコちゃんはもともとパフォーマンスが上手だけど、私は見る専門だったから、見るだけじゃなくて自分がスクールアイドルになれるなんて今でも夢を見ている気持ち。初めは不安で怖くて、でも今はスクールアイドルになれて幸せいっぱい。ミューズのみんながいてくれてよかったな。花代のパフォーマンスも悪くないけど、何より花代のスクールアイドル愛は素晴らしいと思う、ニコ。スクールアイドルが好きなことはちょっぴり自信があります。わっ、ニコちゃん、雑誌のここの特集見て。何よって、全国最新スクールアイドルマップ？まだ見たことのないスクールアイドルが誕生してるのかな。このグループは見た目からすごくインパクトがあって可愛い。確かに、早くパフォーマンスを見たいわね。確かここの県にはまだスクールアイドルがいなかったと思うから、きっと人気が出そうだよね。もう動画がアップされてるかもしれないし、チェックしてみるね。うん、見てるだけで幸せな気持ちになって、元気いっぱいな気持ちになって。私にとってスクールアイドルはなくてはならないものだから。私はみんなみたいに歌やダンスに自信があるわけじゃなくて、でもみんなに追いつきたいの。あなたにも手伝ってもらえたら嬉しいな。ニコたちも他のグループに負けてられないわね。さらなるレッスンで上を目指さなくちゃと思ったけど、レッスンは明日から。今日はとことんDVD と雑誌を見まくるわよ。私もそれがいいと思うな。今日はみんなで一緒に見まくろう。